どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、アレンジした時にこう分け目出てくるかなと思うんですけど、これの簡単な直し方をご紹介します。こうやってせっかくまとめてるのに、なんかこうすごい分け目がパカッと分かれたりとかして、なんかちょっと微妙やなっていう、でももう一回なんか作り直すのもめんどくさいなっていう時にパパってやれば全然簡単に直る方法を今日はやっていきたいと思いますので、まあ普通に一本結びのポニーテールのバージョンと、あとクルリンパの時に結構ここが割れるので、それも簡単な直し方があるので、そっちもちょっとご紹介しますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。まず始めていきます。まず使うのがコーム、このテール付きのやつですね。あとはまとめ樹、これを使っていきます。で、まずこう分け目がパッカリと分かれてるところに、このテールを今日使うんですけど、もう普通にこうつむじの方からだん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 こう上に向かってこれを通していきます。最初にこっちから通してしまうと結構引っかかりの原因になったりとかして痛い可能性があるので、なるべくこっちの方からやっていきます。で、自然にこの分け目に沿って髪の毛をこう溶かすような感じ、このテールでで、やっていくと自然とこう分け目が隠れていくというか、なんか全部が全部はやっぱ隠れづらいんですけど、どうしてもこう髪の毛が長いと、でもある程度こうやることによって結構自然に隠れてきます。こんな感じでだいぶ隠れましたね。次にこう結構細かい毛羽立ちが結構出やすかったりとかするので、これをやるとその時にこのまとめ樹を使っていきます。で、このちょっとこう細かい髪の毛の部分につけてなじましていきます。まあ、こうすることによってこう細かい髪の毛が消えるので、で次はコームの、この次はこっちの部分ですね、普通に使う櫛の部分をこう自然に溶かしてあげる、まあ、なんか溶かすというかなじませるというかしてあげると綺麗に収まります。こんな感じで分け目が自然に隠れた状態になってます。で、少しこう動きが出てるように見えるかなと思うんですけど、ペタッとしてないで、まあ髪の毛の束感が少し出て、でまとめ地でちょっと抑えてるので毛羽立ちが少ない状態になっているので、まあ逆にこうルーズになって、この方法だと可愛く仕上がるかなと思います。じゃあ次にクルリンパの割れ目の直し方をやります。まず普通に髪の毛をまとめてゴムでしっかりと結びます。で、次に空洞を開けてクルリンパをしていきます。で、ギュッとすると結構この割れ目みたいなのが結構出てくるかなと思いますので、これをしっかりと直していきます。ここの割れ目も同様に櫛のこのテールの部分を使ってやっていきます。根元の部分にこう、まあ、頭皮にこう沿わせるような感じですね。分け目をこう上からぼかしていきます。ちょっと何回か通すだけで結構簡単に綺麗に隠れるかなと思います。はい、クルリンパの分け目の隠し方をやりました。結構綺麗に隠れてて自然かなと思います。本当にちょっと小技でいろんなアレンジとかでも使える方法かなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。